見てよライザ、大発見だよ。それって文字？何が書いてあるの？ちょっとこの文字は読めないや。あらら。でもどこかで見たことがある気がするな。持ち帰って調べてみるよ。よいしょ。紹介で扱いたいけど、そんなにたくさん取れないし無理かな。取れた。行きますか。よし、行くぞ。どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう。これならこれならすぐに報告できそう。どんな依頼があるかな。これなら何とかなる。材料が足りない。よろしどこに行こうかな。よし、行くぞ。ねえ、どこに行くのさ。よーし。はあ、タオ、どうかしたの？さっきからため息ばっかりついて。あ、ごめん、ちょっと考え疲れちゃってさ。
みたいね。タオのことだからまた伝承のことでも考えてたんじゃない？まあね。何か新しい発見でもあったの？どうなのかな。正直僕もまだ確信を持ってるわけじゃないんだけど、何度も見返しているうちにね、あることに気づいたんだ。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝承じゃなかったんじゃないかって。どういうこと？内容がバラバラな気がするんだ。遺跡の話、錬金術の話、魔を食う獣とか神秘の精とかさ、一つの話にしては突然違う話になってるのが気になるんだよ。確かに一貫性がない感じはするかな。実は僕らが手に入れたこの伝承はいくつかの別々の話を一つにまとめただけなんじゃないか。だからクリフォードさんは伝承の途中だけ知ってたっていう奇妙なことになってたんじゃないか。なるほど。全部別々の話だって考えたら奇妙じゃなくなるよね。そうなんだ。でもそうなるとまた一つ謎が生まれるんだよ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。理由もなくそんなことはしないよね。うん。でもそうする理由が全くわからない。そうだな。実は何か関係があるとか、別々の話に見えて実はどれも根っこの部分でつながってて一つにまとめられるものだったなんてさ。そうなのかな。だとしたら一体どんなつながりがあるのか。はぁ、さっぱりわからない。もっといろいろ調べる必要がありそうだな。こんなのはどうかな。何にしようかな。入れる場所はどこに入れようかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。どれにしようかな。どれにしようかな。これでどうだ。いっけー。うんうん、悪くないね。できた。油の中でもとびきり滑りがいい油。きれいな油でしょ。でも舐めたらダメだよ。これなら結構ツルッツルに滑ると思うんだよね。扱いには気をつけないと私が転ぶ。とりあえずあの扉の各所に油を差しに行ってみよう。何作っちゃおうかな。
入れる場所は。何をしようか悩んじゃうな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。入れる場所は。さあ、何を入れよう。いろいろやってみたいな。入れてから考えるのもありかな。いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。入れてから考えるのもありかな。次はどうしよっかな。次はどうしよっかな。次はどうしよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何にしようかな。入れる場所は。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。感じかも。入れてから考えるのもありかな。入れてから考えるのもありかな。さあ、何を入れよう。しようかな。
入れる場所は…どこに行きますか？よし、行くぞ！楽しいのはわかるけど、はしゃぎすぎて迷子にならないでね。ピーはいい子だね。それじゃあ何かご褒美をあげないと。ピー、何か買ってあげるから欲しいもの選んでおいで。もしかして選べなかったの？困った子なんだから。それじゃあ、あのお店でお菓子でも買って一緒に食べるっていうのはどう？はいはい、それじゃあ買って帰ろうね。ほんと、フィーは可愛いんだから。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。何作っちゃおうかな。どこに行こうかな。よし、行く。どんな依頼が？材料がないぞ。これならすぐに報告できそう。
材料が足りないか。これならすぐに報告できそう。これなら。材料が依頼は受けすぎよ。どこに行こうかな。どこに。ねえ、どこに行くのさ。よし。これで大丈夫かな。どうかな。あ、あ、動いた。一体何をしたんだ。へへ、まあいろいろとね。いやマジですごいぜ。俺は魔法と言われても信じる自信がある。本当にそれは私も同意します。まあいい、よくわからんが、何にせよ扉は開くようになったわけだ。だが廃校は落盤なんかも起こりやすくて危険なんだ。できればその辺の人間には行ってほしくない。ですからパトリツィアお嬢様、絶対に廃校の中へ入ってはいけませんよ。もちろん相応の事情がない限り入らないので安心してください。嘘は言ってないけど、いいのかな。あの方もお嬢様のお連れですか。オーレン族。まさかこんなところで私たちを知る者に出会うなんて。本当に？言われてみれば確かに雰囲気が似てるね。知っているなら隠す必要はないわね。私はオーレン族のセリ。実は話を聞いてしまったの。私も一緒について行ってもいい？どうして？行きたい理由があるの。あ、いいよ、わかった。おいおい、ちょっと待て。そんな
簡単に同行させたらまずいだろう。どんな奴かもわからねえのに。でもオーレン族の人はみんないい人ばかりだよ。ライザ、オーレン族で知ってる人ってリラさんとキロさんしかいないだろう。そうだけど、そんな悪い人には見えないし、それにダメって言っても一人で行きそうだし。廃校の中の遺跡に行こうとしてるなら、一人で行かせるのは危険じゃないかな。まあ考えてみりゃ、よく知らねえ俺をライザは仲間として迎えてくれたからな。いざライザが決めな。もしヤバいやつだったら俺がどうにかするぜ。そうですね、ライザさんの判断にお任せします。みんなありがとう。セリさん、一緒に行こう。よろしくね。ありがとう、助かるわ。習慣もあるらしいわ。私は食べないけれど、てや脅威ではなさそうね。当てる、せーか連続よ。そこ当てる、アイビーボール。そこセリさん、お願いします。連続よ。セリさん頼みます。当てる、そこせーか伸びる。連続よ。妖精さん、お願い。